こんにちは、速稼塾の久保です。前回ですね、私の動画命について、考える、スモールラビットさんのコメントについてですね、私動画作ったんですけども、お寄せいただいた、またね、皆さんからのお考え、本当に胸にしみるなと思っております。特にね、前回 NHK スペシャルでそのコロナ離職、女性たちに今何が起こってるかみたいなね、プログラムを YouTube で見まして、なんかその非常にね、なんかその自己責任って言葉で片付けちゃいけないことばかりが起きてるなと思います。これはね、自己責任とかっていう個別の問題ではなくて、社会的構造の欠陥であるとかね、政策の失敗に他ならないからなんですよ。で、私自身もロスジェネ世代といって、全く保護されてなかった時代の、落とし子なんですよね。で、きっとですね、今私48歳ですけども、40代の半ばから50代の半ばぐらいまでの10年間を中心として、非常にね、政策の失敗のその狭間に取り残されたロスジェネ世代ね、就職氷河期であったりとか、リーマンショックであったりね、何の保護もされてないと。非正規労働しかやったことがないとかね、それこそ仕事がつけなかった、収入がなかった時期が長いとか、復活が不能で、しかも50歳になってしまったみたいなね、そんな世代があったんではないかなと思うんですよ。これ確実に2人に1人は職にありつけないという、そんなね、狭間だったわけなんですよね。で、しかもこれがね、終わったんではなくて、未だに似たような感じが続いているということで、本当にこの日本という国はね、どこに行っちゃったんだろうかと思わざるを得ない、そんな気持ちがしました。で、以前はリーマンショックの頃は男性の失業が多かったんですけども、今回は女性のね、失業ですとか、まあ、あのね、思い詰めた行動とかっていうのがあって、まあ、私もね、力が足りないなと、こういうふうな国が動かない問題はね、俺がなんとかしてやるみたいな、その気概を持ちたいんですけども、どうもね、幼い頃、10代の頃と違って、私の手の届く範囲っていうのは伸びたようで、逆に短くなったのかなと思っちゃうぐらいなんですよ。で、今回はね、 YouTube で皆さんのコメントを読みながら一緒に考えていきたいと思いますので、また画面を切り替えていこうかと思います。今回はね、自殺をされたとされている奈良市の中学2年生の女の子のケースですね。はい、金太郎さん、今日ネットニュースで60代の母と40代の娘さんが餓死したと、悲しくてなりません。そんなことがあったんですね。体重が30キロで冷蔵庫には何も入っていなかったと。生きたくても生きれない弱者は餓死するまで我慢しないといけない。政府はこの状態を把握しているのか。命を守れない政府に怒りを感じます。ええ、ですからね、毎日のように私も声を上げております。そしてできればね、私がその政治という権利を持った、権力を持った中核に入っていきたいなと思う気持ちがね、募るばかりでございます。琴美さん、いじめは、学校だけではない、大人になってからも悲しいけどあります。いじめで命を絶ってしまった人は自殺ではないです。そうですね、他殺ですよね。心を壊されたんだ、だから自殺で片付けてはダメだ。本当そうですね。怒りが抑えきれなく、このような文章になってしまいました。すいません。いや、お気持ちね、ごもっともですよ。よしみさん、よしみさん、いつもありがとうございます。久保さん、命の話、胸が熱くなりました。久保さんは親しい方だからこそ、そしてこれから育っていくお子様をお持ちだから、一言と思えないのでしょう。その方にどんなことがあったのか計り知れませんが、残されたご家族の心が癒される日がいつか来ることを祈ります。私自身は常にこの世のことはこの世で収まると自分に言い聞かせながら、さまざまなしがらみを、潜りながら生きていますと。頑張っていきましょう、久保さん。今から、はい、頑張ります。これからもね、こういうふうなコメント欄で交流をさせていただくと、お互いね、何かね、励まし合えることがあるんじゃないかなと思います。お、スモールラビットさん、コメントくださいましたらありがとうございます。重い話になってしまいましたが、いじめはなくなりません。だからこそ親は子供が小さい時から強くなるようたくましく育てるべきだと、今回の事件で再認識しました。そうですね、我が子くらい守らなければ、情けなく親、保護者を辞めるべきだと自分を戒めて、何かあれば必ず言ってねって娘には言っていましたが、やはり親に気を使ってるんでしょうね。なかなか言ってくれなくなったので、日々の様子を見ているうちに、様子のおかしい時期が一時あって、問い沙汰していけないと知りつつも聞いてみたところ、仲良し女の子の友達がクラスメイト全員、娘とは仲良しなので含みませんから、男子女子関係なくいじめを受けていると聞き、あまりにもそのいじめ方が陰湿で、娘の話聞きながら怒りが収まらず、いじめを受けている子供が、友達がどの子なのか聞いて、あ、学校の担任にそれとなく話したところ、 PTA 緊急会議を開くと同時にいじめを企てた数名も判明。いじめ企てるやつもやつだけど、その親も親で、そうですよね、なんと即答で、
宅の子供がお子さん、お宅のお子さんをいじめるわけないし、いじめを受ける側にも原因があるんやの、やられる方が悪いと言い放たれました。これね、よく幽霊なんですよね。本当悔しいですよね。もうその言葉言われた瞬間に許せなくて、あとはよく覚えてませんが、ん？ちょっと一瞬隣にいた他の父兄の人に、ん？羽がいじめにされたような記憶ありのないような閣下来ていたんですよね。おお、気持ちわかりますよ。暴れてください、そういう時は。でもいじめを受けた側の親御さんもいて、反論できずに会議中ずっと下向きっぱなしで、本当にかわいそうで、私もいじめていた側の親に反論してやろうと必死でした。大事な娘の友達がもし自ら命を絶つようなことがあれば、親としてそんな悲しい経験はさせたくないですよねと。今から25年も昔の話ですが、まあ25年経ってもね、亡くならないんですよね。その親御さんと友達の悲しんでいる表情では今も忘れられませんと。子供は大切な宝物で、命は誰でも一つしか与えられていないもの、だから粗末にしてはいけないでと言いたいですねと。私もいろいろありながら55年、おお、そうだったんですか、55年生きているので、お迎え来る時まで生かされている限り生きようと思っています。そうですよね。私には昨年亡くなった実家の父親がいますが、その父親を介護した後に見取り図最後は見送り骨まで上げてしました。でも不思議と悲しくありませんでした。大往生とまでは行きませんでしたが、85歳まで生きてくれて、孫娘を抱かすこともできましたし、これ嬉しいですよね。残念ながらひ孫は見せることは叶いませんでしたが、それはもう仕方がないと思ってます。でも私みたいな、私は見たいな、ひ孫、現孫まで現孫でいいんですかね、どんな子たちなのか見たいです。はい、最後にね、希望の残るメッセージになりましたね。さすがです、ありがとうございます。で、秘書さんがね、秘書さんもいつもありがとうございます。書いてくださってます。スモーラビットさん、自分のような未熟者がいるのもお恥ずかしいのですが、そんなことないですよ。いじめはいじめる側の方の心に問題があると思います。いじめられる方がどんないじめられる要素があっても、いじめられるようなことがあるのだからだという親の理屈はヘリクスに聞こえます。無責任ですよね。いじめが原因で人が亡くなるなら、いじめという行為は殺人事件に匹敵するとさえ感じます。自分も小中の時9年もいじめを受け、生きていることが不思議なぐらい辛く苦しいことがたくさんありました。つい変身してみました。娘さんと初孫さんとお幸せにこれから過ごしてください。横から偉そうに入りすいません。そんなことないですよ。ありがとうございます。秘書さん、自分を大切にいきましょう。自ら命を捨てるのはもったいないと個人的には思います。いじめてたやつは必ずしっぺ返しありますよ。ろくな人生は歩めないと思います。たまたまかもしれませんが、私をいじめてた同級生は現在幸せな生活を送っていない姿を見かけ、ああやっぱりなと、人をいじめてた過去のある人はしっぺ返しに合うんだなと思いました。まあだからといってね、ざまあ見ろって気持ちにはならないですよね。やっぱり寂しいですよね。いじめっ子もどっかで改心して和解して幸せな人生を送っていただければ、それで越したことないんですけどもね。その通りです。全く同じです。かわいそうな人たちだったんだなと今つくづく思ってます。今になればいじめる側でなく、いじめ受ける側でよかったと思うぐらい、その人たちの人生、寂しい人生を送ってます。不思議ですねと。私たちは明るく強く生きていきましょう。こじつけるわけではないですけどもね、いじめられた経験がある、もしくはその身近にいた人たちっていうのは、こういうところで仲間意識っていうのをしっかり作れるじゃないですか。その気持ちが弱い者のね、痛みを知り、なんか平和な糸口を探していけるんではないかなと思うんですよ。何でもね、買ったもん勝ちとか、自己責任みたいな形で片付けるんではなくて、やっぱできない人の痛みとかね、もがき苦しむ人のその気持ちに寄り添ってこそ、まあ道徳といいますか、人の心だと思うんですよね。ちょっと表現難しいですけど、すいません。あ、小玉さん、今日もありがとうございます。私は親父、お袋の尻目にも合っていません。年を取ると親父、お袋にますます会いたくなってきてます。心の中は涙でボロボロです。亡くなった親の年齢になればなおさらです。あの時にと後悔とつけが今になり回ってきてます。私自身許すことはできません。後悔とつけは今になり回ってくるので、もう涙すら出なくなってしまった。亡くなった娘さん、お悔やみ申し上げますと。いや、小玉さん、なんかね、もうこの4行のコメントですけども、いや、私もちょっとね、涙が出そうになっちゃいまして、ちょっと言葉が詰まりますね。はい、すいません。 ありがとうございます。本当に秘書さん、スモールラビットさんに深く同感します。いじめは親が人の悪口やいじめをしなければ子供はいじめなくなるような気がします。スモールラビットさんと同じ経験をしたことがありますから、でもなんとか生きていきましょう。生きていきましょうね、秘書さん、元気に生きていきましょうということで、コメントの方は終わりですね。
い、どうもありがとうございました。私がね、やっぱりこの命とか家族とかね、こういった問題っていうのは実はね、ずっと昔から思ってるんですよね。なんかその単純にこの世の中ってみんなが幸せになることってそんなに難しくはないと思うんですよ。それはですね、今いる私が、自分がですね、目の前の人に感謝と幸せを感じればそれでいいのかなと思うんですよ。目の前の人の困ったを本気で解決していくこと、それがですね、きっとみんなができればそれでいいのかなと思うんですけども、どうしてもね、人の失敗を願ってみたりとかね、自分よりも、うまくいってなかったらほっとしたりとかね、どうしても自分と誰か、自分と誰かっていうふうになっちゃいますけども、なんかその辺から来てるのかなと。で、私はね、今自分の子供を育てる中でいじめの問題っていうのは2つあって、それはね、いじめられてほしくないなっていうのと、人をいじめてほしくないなって2つですよね。まあですんで、幼い頃からね、正義とは何なのかとかね、大和魂とは何なのか、筋を通すとか義理人情とか、はっきり言ってこれね、ヤクザの世界なんですよ。任侠道の世界ですね。でも私はその暴力団とかっていうのはちょっと困ったもんですけども、その任侠っていうものとはね、ちょっと切り分けて考えないといけないのかなと思います。あのおヤクザさんには昔から任侠っていうのがあって、なんかその上に強くて下に弱いみたいなね、弱いものを守るために強いものに立ち向かっていく、それが真の、まあ、男でありね、強さだと思うんですよ。でそうなってくると、やっぱりいじめってものを見かけたらね、待て待て待てみたいな感じで切り込んでいってあげて、いじめられっ子と一緒にこう、ね、やられてあげるというのかね、そこから跳ねのけてあげるとか、そういうふうなね、心の強さを育んでいきたいなと思ってますよね。まあいわゆるね、ちょっと昔で言うと、そのまあヤンキーっていうのとは違いますけども、突っ張りさんですよね。彼らにはそういう根性があったと思うんですよ。番長制度っていうのは私の頃はまだ過労死であったんですけども、番長っていうのはね、先生に怒られる時は矢面に立ってあげて、代表してぶん殴られてあげるとかね、代表して定額になってあげると、お前ら黙っとけ、俺が一人で先生と行ってくるからよみたいな感じでね、で一人だけ定額とかになってあげて、みんなでねバカやったんだけども、お前らは何も言わなくていいぞと、全部俺がやったってことにしろみたいな感じでね、肩で風を切るところが私の時代の憧れだったんですけどね、今はどちらかというと、どう責任を回避しようかとかね、どう責任を取らずに済もうかとか、地域でも PTA でも町内会でもなるべく責任職につかないようにっていうふうに考えている、ちょっとねせこい年代が、結構見え隠れするのかなと思いますよね。それはね、やっぱりどの世代でもそうなのかもしれませんね。だからこの時代にその、責任は俺が取るからやってみろみたいなことを言える自分でもないし、そういう人も見かけないしみたいなね、だからそういうところからなんかこのいじめというか社会の歪みっていうのがあるのかなと思うんですよ。だからその自分さえ良ければいいっていうのは、まあ、使い分けないといけないんですよ。自分も確かに良くないといけないんですけども、だからといってその犠牲に他者を差し出すことを容認してはいけないかなと。これはね、何かっていうと、いじめっ子を守るとね、いじめられっ子を守ると自分も標的になるかもしれないみたいな、堂々と標的になればいいんですよ、ね、そういう気持ちをみんなが持つと、いじめられっ子は最初一人でもだんだんいじめられっ子が増えていって、いじめっ子の方が少なくなればね、やっぱりこうなんか新しい動きが取れると思うんですよ。だからいつも少数派に加わらないっていう、正義は分かってるんだけどね、なんかごちゃごちゃというようなことになりましたけども、ちょっとすっきり言いましょうか。第一感情では助けなきゃと思っても第二感情が邪魔をするんですよ。でも自分に勝てるかなとか、自分もやられるかもしれないって。でも直感はみんな正義なんですよ。直感はみんな素晴らしいんですよ。でも打算しちゃうんですよね。ここでどっちに味方についた方がいいかな、それとも知らんぷりをした方が得かな、気づかないふりをしちゃおうかなっていうね、これが最悪なんですよ。いつだったかね、なんかこんな言葉があったんですよ。最もひどいのは善人の沈黙だって言葉があります。悪人が悪を行うのは確かに悪いんだけども、それに対して善人が気づいているんだけども沈黙してるのがね、最も卑劣なことだというふうなね、そんな言葉もありましたね。まあいろいろとお話しましたけども、今回の件またね、折に触れてお話していきたいと思います。くれぐれもね、皆さん早まったことないようにしていただきたいかなと思いますし、そして返すがですね、今回の件でお亡くなりになった中学生の方、本当にねお悔やみを申し上げるしかないのかなと思っております。こんなことがもう起きないようにね、ただでさえ若い人の命ってのは今貴重になってきてますんで、私たち大人の世代が
守っていかないといけないんですよ。気づいてあげないといけないんですよ。そして大人たちだけでも争いをなくして妬みをなくして自分で頑張って生きるね、たくましい姿を見せることによって若い人たちのお手本にならなければ、きっとこういう問題が自分たちの子供に起きる、そして自分たちの子供の世代に起きるってことはどなたかがねコメントで書かれてましたけども、私たちがそういう姿を見せているってことなんですよ。だから子供の問題ではなくて、まさにね社会の問題でもなくて世間の問題でもなくて自分の問題なんですよね。自分がやってることを通じて子供たちが、そして子供たちの世代が何をしているかってことが決まりますんで、私たちはね不屈の精神と、それから絶え間なくね、悪を排除する気持ちで、やっていきたいなと思いますね。まあ何が正義なのか悪なのかってことは未だに結論が出ていないんですけども、私が言えることは第一感情に従っていくということなのかなと思いますよね。また皆さんコメントください。それではありがとうございました。